数字繰り返しませんが、上からいきますと、ネットレベニューが 3.9% の減、営業利益では営業利益が 6.4% の減、一方、経常利益は 0.3% の増加、そして、当期利益一番下ですね、これは 26.7% の増加ということになっております。次にですね、これをですね、今までご紹介してきました中国合弁事業を比例で見た場合ですねの数字、これはプロフォームと言ってますけども、これが日産パワー88の、中期のベースの KPI になっておりますけども、このベースで見ますと、この表の通り、このグラフの通りですね、売上高が12兆8400億円ですね。そして、定期利益が8824億円ということでございます。同様にですね、これを次のページで、いわゆる、為替影響がなかったとしますとですね、この右の方にあります通り、売上高は14兆円を超えると、14兆3300億円というふうに、なったであろうと、そして営業利益はですね、1兆円を超えて1兆1900億円レベルというふうに なったであろうと想定しています。で、このベースで考えますと、売上高営業利益率が 8.3% ということになっておりまして、すでにこの段階で 8% を大幅に超えているというふうに、見ております。以上がですね、ファイナンシャルな部分のサマリーでございますけれども、次にですね、ビジネスのアップデートの方に行きたいと思います。これがですね、グローバル販売でございますけれども、当社のグローバル販売台数は、前年度の542万台から562万6000台、となっております。次のページですね。これは上期の決算発表の時、この場でですね、私上期は残念ながら前年同期に対して若干、そのマイナスをしたと、下期はですね、増半を図るということで300万台いきますというお話を申し上げたと思うんですけども、結果としてですね、ここにあります通り下期は310万台ということで、増半に、することができました。これは前年同期に比べますと下期で見ると7.3% の増加のレベルでございます。次にですね、地域別に少しご説明をしたいと思うんですけども、まず日本ですね、当初の販売台数、今年度前半のですね、デイズ・デイズ・ループスの販売停止の影響がございました。結果としてですね、前年比 2.6% 減の55万7千台ですねということで、シェアは 11% にとどまってしまいました。しかしですね、7月にご案内の通り、7月にはデイズ・デイズ・ルークスの販売を再開をいたしまして、そして8月にセレナのプロパイロット、それから11月にノート2パワーというものを順次発売をいたしましてですね、結果として年度後半のマーケットシェアですね、これはですね、これ小さい字で書いてありますけども、セカンドハーフとして言いますと、12.5% ということで、前年同期に対して 0.7 ポイント上げることができたという状態にまで来ております。で、次に、